その日のオムニ、雨上がりのオムニで多いことなんですよ。やっぱり、普段皆さんラリーしてて分かったと思うんだけど、スピン外さないんだよ。さっきキャプテンが言ってたのは、内ゴロだよね。だから打ちやすいのって言ってたと思うんだけど、ちょうどやっぱスピンだけだと、取れるかなって。今ちょっと僕もなんか吉川さんとしては7キロスやってる時とかさ、ちょっと押し出して君のショット、もう選択してるってことか。やっぱその方が見るから嫌なんだ。スライスでもそうなんだけど、ここでここで止まっちゃうんですよ。伸びるスライスを選択すればいい。人としてこうやったブレブレっていうのはやっぱりこうボールが伸びるので、浅く打っちゃって止めちゃうとか。結構効果的なのはシングルスなんかやっててもそうなんですけど、相手にじゃあ深いボールを下げさせた自分の変化、でも変化を見てるのか、でも展開としてシングルスやるんですけど、今回としてはここを意識して